はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども革命オルフェ、紹介していきたいと思います。前回ですねオルフェゴール紹介したと思うんですが、それは同波数ラが混じっているタイプでした。でどっちかっていうとギミックとしても同波数ラギミックの方がまあ色濃く出ていて、ベアトリーチェから落とす先で基本的には同波数ラを、落としてアンデッドワールドと同波数ラを揃えていくっていう風なプレイを取っておりました。で同波数ラが入っている方の方が強い部分もあるんですけれども、オルフェゴールが入っている方の方が、まず今流行っているブラックホールだったりだとかにディンギルスが非常に強くて、ディンギルスプラス、ベアトリーチェっていう風な妨害を敷きやすいんですよね。なので、確実に1枚妨害通しながら破壊耐性持っていて、次のターンの手数が、めちゃくちゃ多いっていうのがまあ、純正って言っていいのかどうかわかんないけど、オルフェゴール型です。で、さらに、同波数ラを構えるタイプだと、基本的にはゴズキだったり、デスサムライだったり、アンデッド族を多く入れないといけないんですよね。ただ、この方だと、強力なレベル4モンスター、失楽の魔女だったり、トリオンの小悪魔だったり、この辺を刺すことができるので、後ろの、妨害がですね、同波数ラがいない分、こういう禁じられた人雫だったり奈落の落とし穴だったりっていう風な妨害ができたりとかします。なのでその辺が差別化点ですかね。で革命の時花に関しては、ターン3以降の結構リソースが足りなくなるシチュエーションとかがあったりとかするので、オルフェゴール自体はギミックとしてすごく相性がいいんですよ。なのでまあ今回このデッキでデュエルキングにもなりましたので、改めて回し方だったりだとかを紹介していきたいなと思います。じゃあ早速ですね、回し方先行の基本展開だったりだとか、他にもエフェクトベーラーをケアした展開だったりだとかいくつかありますので、紹介していきたいなと思います。まずは先行の基本展開です。対面は VS 同波数ラとなります。パワーとしてはめちゃくちゃ高いデッキかなっていうふうに思ってます。で今回は、残念ながらレベル4モンスター引いておらずスケルトンになるので、スケルトン初動で動いていきます。スキルを使うことにより、手札を1枚デッキに戻して、デッキからネクロシンクロンを出していきます。でその後レベル1か2を下げることができるので、スケルトンだったりレベル3のモンスターで展開するときはレベルを1下げてください。この後ネクロシンクロの効果でレベルを2つ上げることができるので、スケルトンのレベルを5にして5と1でシンクロ召喚、レベル6スプレンティッドローズを出していきます。ネクロシンクロンが風属性モンスターの素材としてシンクロ召喚の素材として墓地を送られた時にデッキから、植物族出すことができるので、コピープラントは、他の植物族のモンスター1体のレベルと同じにすることができるのでレベル6になります。レベル6のスプレンティッドローズとレベル6のネクロ、コピープラントでベアトリーチェで、ベアトリーチェで、ディベルを落としていきます。ディベル効果で、デッキからトロイミア出してスキルここで使ってください。トロイミアを墓地に送ってソルシエルを出すことができます。で、さらにここで正常落としてからトロイミアを持ってきます。で、ガラティアを作っていくって感じだね。でガラティア効果で1枚ディベル、基本的にはディベル戻していいと思います。ディベル戻してバベルをセットしていきます。でこのままディンギルスになって、正常をフィッツやってこれでターンエンドです。こんな感じで同波数ラ相手にはディンギルスプラス、ベアトリーチなんでそんなにめっちゃ強いってわけではないです。正直同波数ラ着地されちゃうとめんどくさかったりとかはします。で、ここはベアトリーチの効果を使いタックルセーダーを墓地に落としていきます。そうすることによって、相手のモンスターを裏切りにしていきます。ここがデスサムライだったりだとかでっていう風になったらエンドフェイズだったりだとかにアンデッドワールドを手札に戻すのもありです。もしくは超融合をケアするのであれば、もうアンデッドワールド張った瞬間にベアトリーチ効果でタックル落としてここを手札に戻すとかっていうのもあったりとかします。まあ超融合は正直切ってもいいかなって思うんだけどね。で、接獄を使って1枚除外されてしまいます。ここはオルフェ名称をね除外した方が相手目線良かったと思うんですが、正直結果としてはあんま変わらないのでどっちでもいいです。はい、で同波数ラ出てくるんですが、こっからの展開、まずフルールドサージはですね手札では魔法使い族なので
ここドーハスラに向こうとか言われたりとかしません。で、アンは潰した後にスケルトン効果でガラティア出します。で、ガラティア効果で1枚エクストラデッキに戻しながらプライム取ってきて、このまま2体で、リンク召喚ロンギルスで、ロンギルス出したのはここ2体処理しなきゃいけないので、まず5月から墓地に落としたいですっていうのが、ドーハスーラ対面気をつけなきゃいけないことがあって、何かっていうと、破壊耐性持ってるさやついるじゃんなんだっけ、アングマールじゃなくているじゃん、マゼラだ、マゼラがいると一回殴って耐えられた後にアンデッド族の効果発動って除外ゾーンからここに戻ってくるタイミングでドーハスーラが起動しちゃうんだよね。破壊っていう行為自体をあまりしたくなくて、ドーハスーラ対面は。なので、ここでロンギルスで墓地送りしていきます。2枚デッキに戻して5月をまず落としていきます。このままディンギルス出していって、ここも墓地に送っていきます。この後、フルールドソルシエル、このスキルはですね、攻撃力2900の魔法使い族出す時のリリースなくなるのでソルシエル出すことができます。で、ソルシエル効果で相手の墓地からドーハスーラを釣り上げることができます。で、このまま GG という風な感じですね。はい、今のが基本的な先行展開になります。じゃあこっから他のモンスターが絡んだ時にどういう風な展開になるのかってところをやっていきたいと思います。で、見習い魔導士僕3枚積んでるんですけど、なんでかっていうとこいつレベル6なんですよ。で、レベル6だからベーラーとかをコピープラント効果に打たれた後とかにも、見習い魔導士で貫通できたりとかするんですよ。で、さらにこいつ魔法使い族なんで、打点を上げることができるんですよ。こいつらって魔法使い族じゃないですか。ソルシエルだったりだとか、サージだったりだとか。ここの打点上げることもできるし、手札に来ちゃったオルフェモンスターを墓地に送ることもできる。というわけで、かなりですね、まあ相性としては見習い魔導士はいいかなと思って、僕はここは3積みかなっていうふうに思ってます。まあ、そんな感じだね。で、失楽の魔女の効果を使って、禁じられたカード1枚取ってくることができます。基本的に取ってくるのは、ひとしずくです。ブルーアイズ対面だけ清掃とか取ってきたりするんですけど、ひとしずくです。まあ、例えばこれ D ヒーロー対面だと、D ヒーロー対面で一番ケアしなきゃいけないのっていうのは、ブルーディー。で、その次に深淵だったりだとか、そういったところになってくるんですよ。なので、ひとしずくがあれば、そのあたりを全部ケアれるので、ひとしずくっていうのが理由の一つ。で、理由の二つ目はこの後の展開ちょっと見てもらったら、わかりやすいと思います。ここはさっきと同じ展開で、ディベルからトロイメを出していって、で、スキル使って、ソルシエル出します。で、正常としてトロイメを持ってきて、ここでガラティアだね。ここももうさっきと同じ、シチュエーションになります。はい、ここもディベルを戻して、バベル取ってきて、で、正常を素材に混ぜて、ディンギルス出します。で、ここで、ひとしずくあるんですよ。モンスターをリリースして、相手の効果を無効にすることができるので、ディンギルスを墓地に送れるんですよね。まだこのシチュエーションってベルズビューと飛んでくるかもしれないじゃないですか。破壊耐性欲しいんですよ。破壊耐性欲しいから、まだここディンギルスのままでいたい。で、支援になったら支援になったで、そのタイミングで、まあ、ひとしずく使ったらいいかなっていうふうに思ったんですが、このまま相手は、ディストピアガイ出してきたので、ベアトリーチェでディストピアガイ裏にします。これで相手が基本的にもうきついんだけど、融合回収を使われて、なんだよねん。で、さらに融合召喚で盤面を詰めてきます。デッドリー以外が出てきます。で、デッドリーとここでエクシーズ召喚ベアトリーチェで、ベアトリーチェ交換にひとしずくをチェーンして潰していきます。で、これでディングレス墓地に行きました。なのでエンドフェーズにオルフェゴールトロイメアからスケルトン落として、ここでディングレスを出すことによって、よし、妨害を簡単に当てることができるようになるわけです。で、ベアトリーチェ残ってると何かとめんどくさいので、ベアトリーチェを潰してからトレミアフェニックスで次のターンに後ろ触っていきます。で、フルールドサージュ召喚、召喚時効果で、相手のモンスターを1体パクります。で、正常でリンギルス取ったここ取ってきてからトロイメアユニコーン、
ちなみにフルールドソウルシエルで出てきたモンスターっていうのは殴ることができないんですよ。効果は使えるんだけど、なんで、基本的には何かの素材に混ぜた方がお得だったりとかします。こういう風に失楽が絡むだけで一滴を取ってくることができ、さらにディンギルスを墓地に送ることができるのでめちゃくちゃシナジーとしてはあります。じゃあ、最後にですね、ベーラーケアですね。ベーラーケアで見習い魔導士の部分に関しては、まあ、ベーラーケアとしては俺はベストな札だと思うんですけど、見習い魔導士を引いていない時にどう動くかっていうと、ベーラーをケアしたいんであれば幻獣士です。幻獣士召喚、ここでトークン出すんですよ。44のトークンなんだけど、ネクロシンクロの効果でレベルを2つ上げることができるんですよね。なんで、この幻獣士のレベルを6にします。で、今回コピープラント引いちゃってて、これを戻したらよかったんだけど、ベーラーがなかったからタックル戻したんだけど、本当だったらここにコピープラントいるので、レベル6の幻獣士、レベル6のコピープラント、レベル6のスプリンテッドローズで、どっか、ベーラー1枚当てられても大丈夫っていう風な展開になります。なので、それが強い。こんな感じで動いていくことができます。なんでコピープランとかいなくてもね、実は幻獣士絡めば、幻獣士か見習い魔導士か絡めばこの盤面まで到達します。あとはいつものっていう感じで終わりですね。で、デッキのバランスに関してなんですけれども、まあ個人的には30枚でいいかなと思っていて、まあ理由としてはなんかなんだろう、やっぱ強いさ、レベル4を入れたいんですよ。この辺の失楽とかトリオンとか。で、1枚妨害をさらに追加したいとかっていうのがあって。ってなると、この辺を入れるとデッキが厚くなっちゃうってところ。で、見習い魔導士と幻獣士なんですけど、どっちはベーラー貫通札なんですよね。で、なんで見習い魔導士を優先してるかっていうと、まあ、簡単に言うとディアベルスターみたいな、感じなんだけど、なんだろうね。ここ召喚券使わないんですよ。踏み越え札として使えるんですよ、これ。で、こっちは召喚券使うんですよ。だから、幻獣士入りのをされた場合って、もう相手って、幻獣士出すだけでも、ベーラーは貫通なんで、ベアトリーチにベーラー当てるしかないから待つんですよね。でも、見えてない見習い魔導士だと、例えばトリオンから入って1枚奈落サーチして展開していってネクロシンクロン出して、そのまんまスプレンティッドローズ出しながらコピープラント出すじゃん。で、このコピープラント効果に対してベーラー投げやすいんですよ、めちゃくちゃ。で、本当だったらビリビリってなって終わるんだけど、そっからこんちゃーすって言って、見習い魔導士出てきたらベアトリーチが通るんだよね。なんで、まあ隠す、見せない札としても見習い魔導士は強くて、こっちの方が見せない札としての強さと召喚券を使わないっていうところの強さがあって、手札1枚確かになくなるんだけど、それでも見習い魔導士の方が優位性高いかなっていうふうには思ってます。で、まあさっきも言ったけど、やっぱね、トリオンか失楽引いてたら幻獣士にもこのどっちか出したいんだよね。だよね。うん、ってなったらやっぱりトリオンプラス幻獣士だと動けないけど、動けないというか1枚しか出せないけど、トリオンプラス見習い魔導士だったら展開できるんで、まあ、こっちの方が強いかなと思います。で、後ろの札に関して清掃は別に入れなくてもいいんだけど、ランクはブルーアイズがすごく多いので、まあ失楽から取ってくる用の札として清掃は強いかなと思って入れてます。別にここをなんか変えてスカマイとかに変えたりとかしてもいいっていう風に思ったりとかしてます。では、いかがだったでしょうか。今日はですね、トキハナのオルフェゴール紹介させていただきました。参考になったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。